てってれエルチキ、てってるエルチキレッド、ローソンといえば唐揚げくんところですよね。でですね、まあ、これ食べた人は多いと思うんだけど、これ使ったことある人います？挟んでね、エルチキをバーガーにして食べてもらいたくて作りました。70円バンズ。なんでバンズとかっていうのなんて、もうパンでええのにな、なんかいろんなブレッドとかバンズとか、もうかっこいいんかな、そう言ってる方が。パンでええと思ったな。エルチキは別売りです。こんな感じ、ふかふかですね。ふかふかふわうわうです。パカッとね、なっております。これをこう乗せるとね、乗せて、割にでかいパンやな。割にでかいパン。これで食うと。じゃあ、いただきます。パン柔らか。なかなかうまいな。まあ、外ではこれでいいと思うんですよ。僕は今家なんで、ここにオプションとしてレタスね、今ただいま朝の9時なんで、朝食としてね、レタスプラスからしマヨをね、少々入れてみようかなと。からしマヨがこれ直接こうがいいかな、いやこれは間に挟んどこ、ずっとね、トゥットゥルーっとね、やってみます。これね、でこうなりますと。さらにですね、飲み物を、これセブンイレブン限定で書いてあったような気がするね。これグランドキリン、プレミアムビアだそうですよ。プレミアムビア、リッチマイルド&ドリドリディップホップ、ディップホップです、グランドキリンですね。一回ちょっと飲んでみたいなとね。朝酒ですよ。おはようビールですよ。おはようビール。おはようビールですね。あっと、ずらんと。はい、まあいいや。じゃあ朝からいただきます。ああ、大雨やな。ああ、うまいな。濃い。深みのある味ですね。なんやろ。クラシックラガーとかに出るかな。こういう。あ、プレミアムモルツに出るかな。じゃあ、こちらの方、いただきます。うまい。ほんま。うまいな。マクドナルドよ、今かって。皆さんもぜひやってみてください。うまはい。ペプシブラック、リモン。ねえ。リデュースドシュガーコーラって書いてますね。まあ、ブラック。微糖ですね。微糖がいよいよコカ・コーラにもやってきましたね。微糖だそうですよ。まあ、カロリーの方がですね、こちら。見えるかな？240キロカロリー、100ミリあたり。だから500なんで、まあ、ご新事情で120キロカロリーですね。こちらの方はですね。はい。
てかね、ちょっと飲んじゃいました。カメラ回ってないのにね、すいません。まあ味の方はね、もう一回ねリアクションしてみますわ。はい、なんでこんな感じでね、パッケージとすればね、まあもうブラックですよ、もう超ブラック、ラベルもブラック。飲んでみましょう。はい、すごいね湯気が。ああ、うん、微糖っていうか砂糖入ってんのかな。なんかね、コーラ飲みたかったらこれ飲まんでええんちゃうかなって感じぐらい甘くないです。もう この際コーラじゃないね、なんやろ、コーラ風味のソーダ水、うん、甘さがないんでね、うん、な感じですね。まあ微糖です、ほのかに。これ好きなんかな、ちょっと皆さん飲んでみてください。これ僕はもう買わない。だってコーラ飲みたくてこれ飲んだらがっかりやもん、うん、味が甘くない。はい、そういう感じです。なんでしょうこれ、オリンピックモデル、なんかカップヌードルゴールド、ごま、金のごま入りチキンソルト味だそうですよ。なんでしょうね、オリンピック応援キャンペーンですかね。なんだ、カロリーの方はね、330キロカロリーね。はい。まあ、どうやらオリンピックね、オリンピックでいつあるんですってか、どこであるんですかね、これ。よくわかりませんけどね、僕はもうスポーツ興味ないんでね。ジャパニーズオリンピックコミュニティいいかな、わからん、なんかよくわからん、書いてますね。はい。これ食べます。開けてみましょう。なんかね。食べてみますよね。まず中見ましょう。一旦ね。開けてみます。ね。開けてみましょうか。まあなんか普通のカップヌードル。じゃがいもとか入ってますね。まあちょっとお湯入れていきましょう。はい、帰ってまいりましたね。もう3分経ちました。なんかね、こんなビール売ってましたよ。モンドセレクション2011金賞受賞のね、アサヒのビールですね。一番麦。さあ、まあその前にこれ開けましょう。こんな感じですね。取りますね。あ、これ反応忘れてました。まあいいか、うまくいったんでね。さあ、暑いですね、日々暑い。でこちらちょっといただきます。またただいまね、2時ですね。いただきます。うまっ。これはちょっと僕おすすめ、うまいな。ちょっと苦みがあって深みがある。うん、これうまいな。これからこれ買おう。じゃあこちらいただきますね。うん、だけどちょっと塩っぽいんかな。どうやろ。こんな感じです。いただきますね。うん。チキン。塩ラーメン近いな。チキン塩ラーメン。あ、うまい。だけどさっぱりしてますね。うん、これだけどいいかな。カップヌードル塩よりももう一段さっぱりした感じ。うん、うまいな。ああ、塩ラーメンやな。うん、うまい。これちょっとおすすめですね。カップヌードルゴールドごま入りチキンソルトでした。うまっ。
朝なのにランチパック卵ですね。これが僕一番好きですね。これまたローソンです。うん、ランチパックバラエティに飛んだ具とふんわり柔らかな食パンのハーモニーがどなたにも親しまれると。人気の秘密と、いつでもどこでも食事におやつに大活躍の美味しさですと。カロリーは144キロカロリー、1個あたりや、ということは2個やから300キロカロリーぐらいありますよ。ふっかり300キロカロリー、カップラーメンぐらいあるんやろこれ食ったら。卵フィリングをふんわりパンにサンドしました。卵フィリングって言うんやこれ、マヨ玉みたいな。うわー、ザキヤマです。いただきましょう。これは食べてる人多いやろ、さすがにね。いただきます。うん、落ち着く、優しいな、味が優しいな、うまいな、女子に作ってほしい味やなこれ。うまいな、うん、これはうまいわ。うまい、これもうまい、うまいわ、うまい、うまいわ、うまい、うまいな。日清焼きそば UFO ゴールドですね。金のオイルのオイスター塩味、頑張れ日本。オリンピックなんですか今年、全然知りませんけど、どこでやるんですか。はい、まあ金メダル取れたらいいですね。頑張れ日本。カロリーの方はですね、あ、こっちか、522キロカロリー、いきますね。さあ作っていきましょう。あ、見てください、先に具がもう入ってます。じゃあ入れていきますね。はい、これちょっと中に入ってましたね。よし、開けよう。湯切り口のところだけはなぜかちょっと硬い。ああ、ゴミ袋と、ゴミ袋と、よし、液体ソースは、ああ、これ温め忘れてました。まあいいか、こっち側から切れるって書いてある、こっちから切るか。よし、ああ確かにオイスターっぽいな、ちょっとドロってるな、ドロってますね。何よりちょっとドロってますよ。サンボが邪魔しに来てます。あっち行け。貴様はあっちに行け。あっちに行くんだお前は。うわ、オリーブオイルっぽい。オリーブオイルっぽい。うわ、手がネバネバになった。なんかソース的には、ちょっと少なそう。よいしょ。よし。混ぜましょう。あ、なんか風が気持ちいいな、外からね、風が今ね、気持ちいい風が入ってきてますね。あ、ペケになってた、気を抜くとペケになってた、足がペケになってた。あ、気持ちがいい、外から入ってくる。ただいまね、お風呂上がり中なんですよ。
なんか麺が今までとちょっと違うかな。なんか、なんやろな。なんかちょっと違う。なんかわからんけど違う。何かが違う。じゃあビールね、引き続きいただきます。ああ、うまいな、これ。このビールめちゃくちゃうまい。うまい。これにしてください、皆さん、ビールね。モンドセレクション。モンドセレクション2本だけみたいですけどね。これ、いただきます。具は少ないんかな。こんな少なかったっけな、UFO。UFO はね、なんか訳のわからん麺でね、麺でちょっと迷走したね。それからちょっとね、ダメだね。UFO 流行ったんけどな、昔の UFO に戻しゃいいのにな、どん兵衛とかも。なんか、べっぴん麺とか、ぶふと麺みたいな、もう訳のわからんことして、もう、カップヌードルそこ求めてないっつうのにね。まあ、その愚痴はよしとしてね。いただきましょう。さあ、UFO、起死回生の逆転劇を狙えるのか。いただきます。うん。うん、悪くないね。これはこれで、なんか、俺の塩をちょっと意識したんかな。なんか麺的にはちょっともっさりしてるけど、そうめんチャンプルみたいな麺になっとるけど、なんか、麺的には、ちょっと、あの、味的には俺の塩をちょっと意識してますね。油は入ってますけどね。カメラ近いな、失敗したな。うん、だけどこれはまた買ってもいいかなっていうぐらい美味しい。普通の UFO より美味しいかな。シーチキン、チキンというかシーチキンみたいな感じですね。はい、 UFO ゴールドでした。やって、だし巻きが入ってるらしいですよ。177キロカロリー、味付け海苔塩、だし巻き入れちゃったが、だし巻き入れちゃったみたいですね。これ京都で作ってんや。おかか醤油仕立て、三枚塩、コシヒカリ、おにぎり屋ですよ。食べてみましょう。さっと、完成しました。うわぁ、こうなった時に一番白ご飯が出てるところは僕は食べたくなるんですけどね。僕だけですかね。まあ、いただきます。おかかに入った厚焼き卵が入ってる。むしろおかかの味しかせえへんな。卵焼きは別々の方がいいかな。おかか強すぎる。なんで入れたんやろ。まずかないけどな。おかか買ったみたいな気がした。ローリングゴールド、ストーンズ、チャック大丈夫です。チャックが、あ、また出た。エナジーテイスト、エナジーブームですね。空前のエナジーブーム。あ、こっちチャックいっぱい開いてますね。
なんかちょっと気になってたんでね、買っちゃいましたけど、ローリング、これ書いてあるんですかね、ちっちゃいな。ローリングゴールドは爽快な炭酸感とジンのスッキリさ、後口が楽しめるエナジーテイストのアルコール飲料水ですと、うん、5% らしいですよ。エナジー、ど根性みたいな感じですね。泣いて笑ってみたいな。まあ飲みますか。まあもう色はね、もう見てもらったらわかるんですよ。安定のエナジー色ですよ。エナジーといえばこの色みたいなね。さあ開けてみましょう。あ、先っちょがベロ。これなんか使えるか。ああ、あかんわ。こんなベロンコになってもたらもうこれちょっと使いようないですね。残念。線抜きにする、線に添えてくれたらよかったのにな。まあやば。じゃあ飲んでみます。うん、後味がジンっていうのは分からんけど、エナジーは分かるな。うん、後味がエナジー。あー、残るな、この口の奥に残るオノナミン C 臭。うん、まあうまいな。そういや居酒屋でスタミナ杯っていうのあったけど、オロナミン CY みたいなやつですね、焼酎のね。まあそれとはちょっと味は違いますけどね、まあ、オロナミン C みたいな感じです。ああ。どん兵衛ゴールド、オリンピックなんですか今年。あんまちょっと分かりませんけどね。金の鶏だし塩うどん、塩ですね。どこでやるんですかねオリンピックは、よく分かりませんけど、頑張り日本。ですね、393キロカロリーだそうですよね。はい、開けてみましょう。何が入ってるんでしょうかね。あ、必ずお召し上がり直前。あれ？粉じゃない。液体。液体ですね。どん兵衛じゃないな、いつもの。粉ですね。揚げでもなく、後乗せサクサクでもなく、粉々のやつですね。入れましょう。ささっと。はい。なんか入ってますね。でちょっと注ぎましょうかね。はい、ちゃちゃっと、ザザザザ、足りるかな。結構使ったしな。あ、いける、いけた、よし、いけた。このまま温めます。何分？5分です。ビール取ってこよう。はい、5分経ちました。はい、じゃあ見てみましょう。あ、何か、まあさ、だし入れてへんもんな。なんか病院の飯みたい。液体つゆ入れます。このギザギザがいってたらここから開けてしまうよな。だけどここから開けていいんね、これ。なんなのそれ、ギザギザから開けてしまいそうになるね、僕ね。うわ、なんかドロドロや。ドロドロですよこれ。うわ、油がなんかテカっとる。大体上の製のやつは油があるから温めて柔らかくしろみたいなのありますかね。混ぜてみよう。なんか油がギトギトしそうだな。これは最後に失敗が来るかもしれんな。まあ、ビール、2本目ね、いただきます。うん。やっぱこれはうまい。これは金やろ。金賞やし。
こっちのゴールドは金でもないな、まあな。まあだけどうまいけど。だし、いただこう。ああ、うん、うまいけど、このだしをうどんで求めてないな、俺は。うん、何やろこれ。うん、スープやな、まあ、スープやけど、何やろ、鶏ガラスープ、うん、まあ鶏って書いとったからな。いただきます。わあ、俺これうどんにこれは求めてないな。やっぱカツオ風味の本だしやで。やっぱり本だしちゃうけど、うどんスープ使ってますけど、いつも僕はカツオ風味やでな。いただきます。まあ、一回食べてみてもいいんちゃうかな。うん、まずくはないよ。最初に食うといてよかったな。僕長男し、美味しいの最後に持っていくタイプねんな。失敗したな。順番的に言うと、わあ、カップヌードルが最後にして、あ、なんで俺これ最初食べへんかったろ。なんでゴーサイン出してんこれ。偉いさんがどうしてもこれうまいって言うたんかな。うん、まずくはないけど、僕は次ないかな。うん、だけどまあ、日本頑張れ。米軽い食感、米粉のふんわり揚げ、たらこマヨ味、マイルドなたらこマヨネーズ味のお米でできた極薄チップスでした。まあご飯ですね。米粉クラブ、米クラブじゃないですね、米粉クラブ。499kcal あるそうですよ。これ数量限定 2.5 倍サイズ、当社費ですかね。まあセブンイレブンのねオリジナル商品かもしれません。うん、499kcal、先ほども書いてますね。開けてみましょう。開きました。見事に開きました。いただきます。あ、食べたことあんな、このふわふわ。もうエビせんべい、中華とかで出てくるね、こうまいですよ。エビせんべいですね。中華料理屋に出てきそうなね、エビせんべいのマヨネーズ味みたいな。うまこれ。うわ、これやばいな。うっかり一袋系ですね。うん、これはうまい。これはうまい。あースタイル1サークル系、あ、じゃあサンクス、オホーツクの塩らしい。博多の塩じゃないやな。いよいよ 45g254kcal。 254kcal までちっちゃいのに。ここがおすすめ。じゃがいも本来のうまさを引き出す製法で口どけの良い食感に仕上げました。スタイル1。どこが作ってるこれ。スタイル1だからやっぱり。うん、食べてみましょう。破れへんし、こっから行く。立ったね、こう。あー、このパターンするとな、残せへんのよな、置いとくの。これ、くるくるって。
あ、うん、うまいな。なんかこれ食ったことあんな。ジャガビじゃないけどな。ジャガビほどジャガイモっぽくないけど、だけどまあまあジャガイモっぽい。うん、うまい。でも次からジャガビ買おうかな。うん、地味。まあだけどビールには合いますね。ローリングホップ音楽鳴ってるわ。音楽いらん、音楽などいらんわ。だあ、ローリングホップクリアテイスト発泡酒なんや。これビール？ビールじゃないけど、あ、ストーンズビアって書いてあるわ。ビールなんや。カクテルやもんね、こうたのに。まあいいけど、こういうタイプのビールでうまかったら試しがないよな、今な。どうなんやろな。はい、100ミリ あたり33キロカロリーやから、これは350やから、まあ100キロちょっとってぐらいですかね。はい、いただきます。あ、まあ、ビアやったらビアに入れましょう、ね、入れてみます。ちょっとビアか。よし、薄いな、色薄いな、これ多いお茶ぐらいみたいな。薄くない？これちょっと薄いような気がするけど、色がほら薄んない？これティーパックの緑茶ぐらいの色ですね。まあちょっといただきます。